チャンネルクララをご覧の皆さんこんばんは内藤陽介の世界を読む、えー、本日はですね安倍元首相の不法がありましてまあ、世界中を騒がせているということで、うん、えまあこのお話についてですね珍しくまあ、今日は一番メジャーな国である日本の話をですね<う>え内藤先生にしていただこうと思っておりますはい。あ、はいどうも いろんな形でいろんな方がいろんなことを言っているんですけれども、まあ、あの政治家と宗教の関わり合いとはまあいろいろあって一口にはまあ簡単には言えないというところがあるんですがあの、まあ、いろんな方がいろんな立場で言うにしても、まあ、ただ、根拠のない、ね、陰謀論とか憶測のようなことというのはまだあの裁判も始まっていないわけですしいろいろ事情が分かっていないこともあるので、まあ、それはちょっと慎むべきだろうと思うんですよどういうお立場であったとしても、まあ、安倍さんの功績を、ね、あの認めて国訴にすべきという人 僕なんかだってアベノミクスのおかげであの娘の就職の時は非常に活動が、うん、あのスムースでしたみたいなことを書いたら「いやそれはアベノミクスのせいではない」とかって全然無関係なこと書いてくる人いて「いやそれはあなたがそう思っててもいいけどそれでご冥福をお祈りします」ってのに、うんうん、怒られるのはなんかそれは変な話だよってのあるんですが、はい、ただあの事実関係として安倍晋三さんのご葬儀が行われたその直後に、まあ、ご収録してるんです でちょっととと確認をしておきたいことがあるとで実は安倍元首相ご自身の,あの信仰といいますか少なくともご葬儀を行った宗派というのはこれ浄土宗です。うん、で、まあ、浄土宗のより細かく言うと浄土宗鎮西派という、うん、あの派になりましてで島の増上寺ですからあ,のあそこは増あの浄土宗のお寺ですからそこで葬儀を行うのはこれ当然です ね、ここの増上寺が作った、えー、中高の出身なんですよ。あそうなんですねだからあの中学校の時とかはですねお釈迦様の話とか、うん、あ法然上人の話とかあ、まあ、そういうのを、えー、お坊さんが来て、ええ、学校で授業するっていうやつ、ええ でちなみにですね、まあ、あの安倍元首相まあ、あれだけ大物政治家ですからいろんな宗派、宗教と関係が当然、その政治家としてあったと思うんですがご自身の,その宗派との関係でいうとあの浄土宗議員の会、まあ、これ議員で浄土宗檀家の人の会なんですけれども、うん、その会長をやっておられたこともあって、うん、で安倍家代々の菩提寺というのがですね山口県長門市の長安寺というのはやはりあの浄土宗のお寺なんですよ。うん で、お父上の慎太郎氏のお墓もそこにあると。ただ、あの、うん、お骨については、あの、藤礼にも分骨されてるんですけれども、うん、いずれにしても、代々、あの、浄土宗の家である。はい、で、何よりですね、やはり、あの、戒名ですね。うん、で、この戒名が真因、えー、西洋少女神、真、え、真珠、大古寺というですね。あの、形にな。っ であの、まあ、真珠の真というのはこれは新造さんの真の字に寿で、うん、まあ大古字はまあ隠語ですけれども、うん、あのここでですね「あの聖よというあのところがまずあの後ろの方で言いきますと政治にその名誉の世の旧字体になってるんですがこの「世というのがですね実はこれは念仏の信者であるという。うん はい、あの意味合いでつけられた戒名なんですね、はいうん、それから「死雲院」という形で隠語がの「死雲院」となってますけども実はこの「死雲」という言葉がですねこれはあの法然上人があの夕方西の空にあの紫の雲を見つけてそれで浄土師を広めるあの決意をしたという、うん、あのそういう孤児が、まあ、有名な場所がありまして、うん、そこにちなむ孤児ですからこの戒名「戒明」 だだけ見いただけ見たででもですねこれも完全にその浄土宗の方だということが、うん、ある程度の,そのまあ基礎知識がある方すぐ分かるわけです。うん でそれでまああの浄土宗についてはですね、まあ、あの宗教的なことについては当時日本の宗教ですからあのご覧になっている方であの専門の,あの僧侶の方とかあるいはもっと詳しい方がいたんでもしあの細かいところで,です、ねまあ、ちょっとざっくり話すんであの違うというところがあればコメント欄とかであの間違いそのこは指摘していただければいいんですが、うん、ああごくごくあの入門書的なレベルの僕の知識でいうとあのまあご承知のようにあの浄土宗というのは法然上人が開いた鎌倉仏教の一つで、まあ、千秋念仏ですよね。うん で要は生身阿弥陀仏と念仏を唱えることで、まあ、極楽往生ができますというふうな、まあ、あの非常に単純化してるそういう教えになるわけです。うん、でところでそのよくあの仏教なんかでですね特にあの中学とか高校の,あの日本史の時間で鎌倉仏教っていあの浄土宗法然上人って出てきてですねその後どうなったのってのあんまり出てこないと思うんですよ親鸞、うん、聖人出てきますけどね。で実はあのー、法然聖人がその、まあ、生前その非常にその、まああのー なてますかあの高く評価をしていたといいますか、うん、あの高くあの非常にそのまあ皇帝といわれる人ですね高い弟子といわれる人たち、うん、7人いたんですよ。でその中で、あのー、いわゆる直系のですね浄土宗を引き継いだのはその7人の中で長老と呼ばれていたのは真空というお坊さんだったんですね。でその残りのその6人のお坊さんが一応法然上人の教えを学びつつもですね微妙にそれぞれやっぱりあの解釈はどうしても違ってくると。うんうん でこの深空さんが長老の深空少人があの入滅された後にこの六人をもとにそれぞれあの分派があの分かれてくるということになってくるんです。うん、で特にですね実はあのこれはあの華龍の法難という。 あの浄土庄にとっては非常に大事件があってこの法然省に亡くなった後の千の1227年火禄三年にですね実はあの念仏を唱えれば救われるっていうのはあの、うん、今にして思えば別にそれほど、うん、あの過激でも何でもないんですがあの当時はやっぱり延暦寺なんかからするとですね、うん、これとんでもない話だと別に、うん、誰もがその簡単にその救われてたまるものかってい、ね、うん、あの話になってくるわけですから延暦寺なんかが非常に弾圧をしたわけです。うん でそれで延暦寺の門徒、ね、とその浄土宗がです、ね、浄土宗とそれから千秋念仏を弾圧する事件がありまして、うん、でこの火力の法難という時にあの法然上人のご遺体を鴨川、ね、に捨てちゃうということをやるんですよ。うん、でこれをその弟子たちがご遺体といいますかご遺骨をですねちあのこれをその拾い上げてきてで、まあ、そういうその危険あ捨てられるその危機が迫った時に治安、うん、院から運び出して危険を回避したという、まあ、そういった出来事があって。うんうんで これがあるもんですから、法然上人の命日の1月24日っていうのは「火録の,の法然」「法難念仏暗鬼」というですね、まあ、要するにあの法難を共有するその各宗派があってこれはあの浄土中継の、あのー、仏教はですね全部まあ共通してるんですがただあの基本的にあの2つに大きく分かれたと。で実は6人いた中で聖空というお坊さんがこれがあの後に生山派と言われる流れの,その祖になるんです。 から弁長という方がいて、うん、この人が鎮西派と言われるいわれる安倍さんの宗派ですね。うん、安倍元首相の宗派になるでそのほかに長生という方がこれ九本寺派というのを作るんですがこれ後に消滅しちゃうと竜漢、うん、さんの長楽寺派というのもこれもあのし後に消滅するとそれから康生さんというのは独自の教団を作るんですが、うん、これもまあ消滅しちゃうで一番そのまあビッグネームの親鸞さんというのはこの人は親鸞上人はこれはもう別に浄土真宗を立てちゃいますから、うん、まあ,あのちょっと別になっちゃうよねという。 僕もあの中高の時にこの、ね、学校だったわけですけど、ええ、おこんな詳しい話初めて聞きましたよ僕は, <laughs> 僕はサボって寝てたからあの覚えてないだけかもしれないこんな経緯でうちの,あの学校できてたんですねこれね。<laughs> それでですね <laughs>、はい、で実はいろんな派があるんですけれどもで現在ですねあの一般に浄土宗というふうに言っちゃうとこの宗教法人としての浄土宗というのは<お>基本的には鎮西派なんですよ。 というのは諸派を鎮西派を中心にまとめてでそれであのいわゆる現在の宗教法人というふうになったんですね。で生産派というのがこれが鎮西派と並ぶあの二大派閥といいますか二大グループだったんですけどこれをその除くという形であの出来上がってますんであのまあ浄土宗の鎮西派というのはいわゆるまあ浄土宗の基本的なその多数派という理解でいいんですね。で まあ細かい協議について言い出すとこれは本当専門の方がいろいろ一生かけて論じておられるので不要なことは言えないんですがただあの非常に単純化して概説してしまうと陳前派とこれはですね一類往生とあの二類各女まあ二類往生とも言うんですがその違いなんですね。で一類っていうのはこれ何かっていうとこれ念仏をする人が一類っていうんです念仏する本人が一類なんです。 で一類往生っていうこの、えー、と生産派の主張はどういうことかというと念仏を唱えましょうと、うん、で念仏を唱えることがゆい極楽往生できる唯一の方,、うん、方法ですという、まあ、先週念仏はそのままなんですけれどもで結局ですね念仏を唱えて仏を念じることでとにかく自分では絶対救済できないんだと、うんうん、ですからひたすら仏の力によって往生することをまず第一に考えるんだという基本意思だと。 うん、だから自分でで往生できないから結局阿弥陀様の力に頼って往生するしかできないんだよという、うん、まあ,ある種運命論的なことなんですよ、うん、でこれに対して二類王女もしくは二類閣僚というのはどういうことかというと念仏を唱えましょうと、うん、で念仏を唱えるとみんな極楽往生できますよとただしそれだけじゃなくって善行を積み重ねていくことも極楽往生するための方法になりますよという。うん だから念仏を唱えればもちろんこれ阿弥陀様に救ってもらえるんだけれども、うん、それだけじゃなくて自自分で自力でで力善行を積んでいけけば極、うん、楽にいけますよと、うん、だからあの極端なこと言うといいことだけじゃ全く念仏を唱えないっていう人がいたとしても、うん、まあそれは一つのパスになるんですまあ、うん、実際には念仏を唱えてね、うんな,なるんですけどもだから理論上は念仏だけしか救われないのか念仏と善行を積むということ2つあるのかという、うん、でこの2つで二類閣上というのがこれが鎮西派というこの主流派の推しになるんですね。はい ですから、あのー、これが、まあ、あの後に善行なんて、まあ、意味がないとは、うん、言わないんですけども非常に運命論的な予定性ずなところが、うん、あの生産派という形で現在の,そのまあ宗教法人の,その浄土宗に含まれなくなってきてるということなんですが、うん、そこでまあ安倍さんの,その宗教っというのがそのまあ浄土宗の親善派というそういうグループであると。うん、で先ほどから言ってますようにあの安倍家代々のお墓も菩提寺も山口県長門市の,その長安寺にありますし。うん あれまあ、増上寺でお葬式をやったと、うん、それからあの「戒名」の由来もですねやっぱり浄土宗に非常にちなんだ、うん、そういったあの名前の付けられ方をしてますから、うん、あのですから安倍さんの宗教は何だとかっていうようなことまあいろんな人がいろんなことを言うのはそれは勝手ですけれども事実、うん、関係としてまず安倍晋三さんという方のあるいはご家族の、うん、あの 個人の信仰と言いますか宗教、うん、あるいはその家族の,その宗教という宗教儀礼といったものは、うん、これは浄土,宗浄土宗で間違いないんですよということだけはちょっとまあ確認をしておきたい、うん、でその上であのそれぞれその彼が政治家としてどういう宗教にどういうふうに関わってきたということは、うん、そこから先の話であって。うん、あの彼のそのそ信仰とということに関しては これはやっぱりちゃんとその正確なその事実を把握しておかないと、うん、これはやっぱり個人を冒涜することになりますから、うん、その辺は共有しておきたいなということで、うん、あのちょっと素人ながらですね、うん、あのにわか勉強のような形であのちょっとご説明をしてみたと <laughs> いや僕もいろんな宗派の人間って言われてるんですけど, <laughs> けど <laughs> うち臨済宗なんだけどってい,う、うん、いや、だからそれは例えばいろいろお仕事だったり、うん、あのそれぞれの都合でいろんな宗教の方とお付き合いすることはあると思うんですが、ええ、ただ 和田さんの場合はご自身が臨済宗と言っていて多分お亡くなりになったらですね、うんうん、あるいは和田さんなりあのご家族の方がお亡くなりになったら臨済宗のお坊さんが来て、うん、いや普通に臨済宗の寺にあの墓あっ墓りって毎年お盆にお坊さんがうちまで来て王経をあげて帰りますそうでしょ <laughs>、はい、だからそれはあのいろんな形でその例えばそれはまあおき合いある宗教宗派あるでしょうけれども。ええ ワトさんの宗教は何かというとそれは臨済宗とご本人が言っててそれなんだから安倍さんについても同じことで、うん、めちゃめちゃ最近だから信仰告白させられてるんですよ僕 <laughs> その自分の臨済宗だって言ってんだろうと思っていや, <laughs> いやだからあの一層あれじゃないですかあの <laughs>、はい。 全の普及とか臨済宗の何か普及をしてですねちょっとねだめな宗教なもんですからあんまりこうね臨済宗ってあの一休さんがいてパンクなあの宗教だったんだよね昔ってぐらいのことしか知らないので <laughs> まあちょっとこれを機にもう一回勉強しようかなという感じですよ。はいえー、それでですねあのそう最後にはまあ一言ちょっとまあ時間が、はい、あの今日あの簡単に比較と終わったんです。あのー 一番新しい本で、あの怖い切手という本があの、うん、出ました。はい。何が怖いですかこれ？いやあの、はい、まず絵が怖い。ど <laughs> う？はい。いやこれはい、あの麻薬あの乱用防止キャンペーンの切手で半分が女性の顔が半分があの骨になっちゃってるっていうなんかあの吉野家の牛丼の時のしゃぶ漬け娘っていう、うん、<laughs> イメージの, <laughs> あの形になりましたけど、まあそれはともかくあの今、ー、日これはあの変な話ですけれども実はあの。 えー、陰謀論シリーズて出した時に「うん、あのザ・フナイ」というあの雑誌があって、うん、で世間的にはあの陰謀論系の雑誌といわれているところなんですけれども、うん、そこに呼んで頂い,いてあの対談をしたんですよ。はい でそこであのやっぱりその陰謀論というものが変な形で蔓延するのはこれ社会にとって害毒だよねということで、うん、その発行してる人たちとの意見が全く一致しまして、うんうん、でそのまま、ね、発行してる人たちと意見が一致し,したそうもそういうことで一致しま、はい、あたそれがね陰謀論に振り回されて、はい、あの世の中に害をなすようなことをやるのはこれ本当に害悪だよねと、はい、いうことで、まあ、意見が一致しましてですね何かあの連載しないかと言われたんですよ。はい、でその時に、あのー ひょんなことからお題でですね、はい、怖い切手ってできますかという話になって。うんまあ、あのー、内藤先生の本業は切手ですからね。そうです、はいで。切手の本をやろうということで。はい、そ,それであのー、例えば、私から、あのドクロだとか、そういうので、なんかいろいろちょっと。話をやって、あの十、ー、回連載をして。はい、で、例えば、あのー、鬼とかですね、ドクロとかですね。あと、心霊切手なんてのもちょっとありました。うん、要するにあの、切手をちょっとひっくり返すと、ここに、あのヒトラーの顔がとかですね。 全然関係ないんだけど、こう見えるとかですね、心霊写真的な、あのなんかもあった。これなんかもすごいっすよ、あのちょっと章立て読んでもいいですか。はいどうぞ第一章呪いの切手、第二章鬼の切手。え第三章伝説、伝説の切って、あまあトラケラとかですね。そうそうそう。はい、第四章現代の闇の切手、現代の闇の切手ってどういうことですか。これ。要するに、あの怖いって十回やるとですね、なかなかあの怖いっていうのが、そのネタがだんだん難しくなってきて、お題が難しくなってきたんで。あのちょっとニュアンス。 違う怖いが入ってるんですよ<あ>要するに、あのーはい、交通事故っていうのは例とかそういうのん信じなくても、はい、交通事故とかで,ですね道歩いてたら車で怖い思いしたことあるでしょうと、はい、そういう怖い運転してる車が切ったら違んいですね、うん、交通事故であの、まあ、実際その、ね、あのクラッシュしてひっくり返って死体の上に布がかぶさってるデザインのしてとかで,ですね、はい あのそんなものをやってるわけですけど、うん、この第四章のですね、ちょっと一個だけ触れると、ええー、世界の麻薬工場という切手が <laughs> あるっていう。ちょっとね、<laughs> まあ、これ実際読んでくださいね。はい、で、第五章が戦争の切手、えー。ということですね。そうですね。はい、それであの連載十回に、はい、あの、今、まあ、こういうご時世なんで、うん、ウクライナ。実は、あの、ウクライナで、あの、千九二十年代に飢餓があった時、飢餓救済キャンペーンの切手が、死神が書かれてるんですね。はい。 ですからそんなのもちょっと入れたりして書き下ろしのコラボ入れて作ってみました怖いです普通のお盆の時期でございますので夏の怪談シーズンに向けてですねこんなものを作ってみました今日そういうわけで別にお寺の話をしたわけじゃないんですよいなんかすげえ強引にやるところがですねなんなんですけれどもよろしければこんなものもありますので出ましたお付き合いただければというふうに思います。はい それでは、えー、本日もですね内藤先生から夏の会談シリーズということで、はいえー、お話をいただきましたので、えー、ありがとうございました。<ん>日本には近代政党が必要だ。近代政党というからにはちゃんとしたあのシンクタンクがなければならない。全くこれまでと違った局面にま直面しているのではないのか。 その税金がどういうふうに使われてんだということに関して、本当に意味のある使い方してるんですか実は、チャイナが欲しがるような資源を持ってる中で、まだまだ全然使い切れてない分野が多いよ 目的は一つで日本が地球上で文明国として生き残るため。